10月革命は、ロシア革命の一局面。ユリウス歴の1917年10月25日、ロシアの首都ペトログラードで起きた労働者や兵士らによる武装放棄を発端として始まった革命である。多数の労働者や兵士らを先導した革命からによるクーデターとも解される。ソビエート革命あるいは、ボリシェビキ革命とも。この当時、ロシアでは、 ユリウス歴が採用されており、現在のグレゴリオ歴と比べて、日付は13日遅れている。10月革命は、グレゴリオ歴によると11月革命となるが、この記事では10月革命に統一し、日付についてもユリウス歴を用いる。10月革命は、社会主義者派勢力ボーリシビキにより引き起こされた。一連のロシア革命の中では、訂正を崩壊させ、 立憲民主党主導の臨時政府を成立させた2月革命に、次、ぐ第2段階にあたる。ボリシェビキはかねてから暴力による革命を主張しており、1917年10月12日、影響下にあった、ペトログラードソビエトに軍事革命委員会を作らせて、武装放棄の準備を進めた。軍事革命委員会の司令下にあるボリシェビキの軍隊、赤衛隊は、 1917年10月24日にペトログラードの政府施設の選挙を開始し10月25日に軍事革命委員会が臨時政府は打倒され軍事革命委員会に権力が移ったとする宣言を発表した10月26日未明には臨時政府が置かれていたペトログラードの等級が制圧され臨時政府メンバーは逮捕されたこうして ボリシェビキ主導のソビエトへと権力が集中された。これに引き続いてロシア内戦が起こり、最終的には1922年に史上初の社会主義国家であるソビエト連邦が誕生する。当初、この放棄は10月放棄あるいは25日の放棄と呼ばれていたことが同時代の資料に見られる。やがて時間が過ぎ、 ソ連の歴史上の大事件とみなされるようになるとともに、10月革命という呼び方が使われ始めた。ソビエト連邦における公式な呼び方は、1927年の革命10周年以後、10月社会主義者内革命であった。2月革命で成立した臨時政府の実権は、立憲民主党などの自由主義者やアレクサンドル・ケレンスキーら強調派社会主義者が握っていた。 兵士たちは、第一次世界大戦に疲れは平を求めていた。しかし、5月12日、陸軍大臣となっていたケレンスキーは、諸君はその重権の先に、平和、権利、真理、正義をつけていくのだ。ロシアの自由な息子たちよ、固く、大号を組んで前進せよと述べ、軍に、積極的攻勢に出ることを命じた。メンシェビキのイラクリー・ゼネテリに代表される、 ペトログラードソビエトもこの作戦に反対しなかった。しかし、この下記構成はおよそ3万9000人の犠牲を出したにもかかわらず何の成果も得られなかった。こうした中、7月3日にアナーキストのブレイフマンの先導の結果、ソビエトへの権力移行を目指し兵士たちが放棄を開始した。ボリシェビキは必ずしも放棄に積極的でなかったがデモの拡大を見て、 行動を開始することを決断した。しかし、臨時政府の反撃に遭い、放棄は失敗に終わった。放棄の後、レフカーメネフラは逮捕され、ウラジーミルレーニンやグリゴリー・ジノビエフは潜伏を強いられて、事実上ボリシェビキの勢力は壊滅してしまった。軍最高総司令官、ラーブル・コルニーロフがペトログラードへ進軍するとの、 情報を受けると自身の身の回りを守る手段がないことに焦った。ケレンスキーは反対意見を押しのけトロツキー東ボリシェビキを釈放し、軍の再建を依頼。トロツキーは軍を再建し、同時に同志の協力者の先導等でコルニールフの内部から攻撃。これが功を奏し、戦わずにコルニールフを粉砕。 結局、ケレンスキーは主導権を完全にボリシェビッキに握られてしまい、各地のソビエトの急進化が進んだ。ペトログラードソビエトでもボリシェビッキが多数派を占め、レフトロツキーが議長となった。1917年10月10日、ボリシェビッキの中央委員会は投票を行い、10対2で武装放棄はもはや避けられず、その期は十分に熟したという宣言を採択した。 ペトログラードソビエトは10月12日に軍事革命委員会を設置した。これは、もともとはペトログラードの防衛を目的としてメンシェビッキが提案したものだったが、ボリシェビッキの提案によってその目的が革命へと修正された。トローツキーは、我々は権力奪取のための司令部を準備していると言われている。我々はこのことを隠しはしないと演説し、 あからさまに武装放棄の方針を認めた。彼は権力掌握を承認させるために10月25日に開会する予定の第2回全国ソビエト大会の時期に合わせて放棄することを主張した。メンシェビキは軍事革命委員会への参加を拒否し委員会の構成メンバーはボリシェビキ48名、SL サハ14名、無政府主義者4名となった。前後して軍の 各部隊が次々に、ペトログラードソビエトに対する支持を表明し、臨時政府ではなくソビエトの指示に従うことを決めた。防護巡洋艦アブラオラ、1917年撮影、東急への突入、1920年の再現軍増撃10月23日、ボリシェビキの指導者の一人で、エストニア人のヤーアン・アンベルトは、革命後に創設されたエストニア自治政府の首都タリンで、 左翼革命勢力を率いて武装放棄を開始した。10月24日、最後の反撃を試みた臨時政府は忠実な部隊によってボリシェビキの新聞、ラボーチープーチ、ソルダートの印刷所を占拠したが、軍事革命委員会はこれを引き金として武力行動を開始した。これに対し臨時政府側の部隊は崩壊していき、一方で、 軍事革命委員会側は次々とペトログラードの印刷所、電信局、通信社などの要所を制圧した。10月25日に臨時政府は打倒された。国家権力はペトログラード老兵ソビエトの機関であり、ペトログラードのプロレタリアートと守備軍の戦闘に立つ軍事革命委員会に移ったと軍事革命委員会は宣言した。 臨時政府の閣僚が残る東急に対する占領は25日午後9時45分、防護巡洋艦アブローラの砲撃を合図に、ウラジーミルアントーノフを不正援子率いる部隊が侵入して始まった。東急はコサックや主官学校生、女性部隊により防衛されていたが、ほとんど抵抗らしき抵抗はなく、26日未明の午前2時頃に占領された。なすすべなく、 会議を続けていた閣僚たちは逮捕され、ケレンスキーは東急を脱出し最終的に国外へ逃亡した。10月革命の公式な日付は東急を除くすべての政府機関が占領された10月25日とされている。後に10月25日から26日にかけての出来事はソ連政府によって実際よりも劇的に描かれるようになった。イギリスのペトログラード駐在部官。 アルフレッド・ノックスは、東急の守備が体を成しておらず、ほぼ無抵抗で占領された様を目撃して書き残しているが、1920年に革命3周年を記念して、東急で上演された歴史再現群衆劇、東急への突入では、東急占領の様はドラマチックに描かれている。以後、セルゲイエゼンシュテインの映画、10月など10月革命を描いた作品でも、 東急突入は革命のクライマックスとされ、激しい戦闘の末に東急が制圧されたという描き方がなされている。放棄の最中、予定通り第2回全国労働者兵士代表ソビエト大会が開かれた。投票によって選ばれた600名強の評議員のうち300人以上をボリシェビキが占めた。東急占領を待ち、大会は 権力のソビエトへの移行を宣言した。こうして革命は承認された。しかし、ソビエトへの権力移行には反対勢力もあった。ソビエト大会評議員のうち、社会革命党の右派、及びメンシェビキなどは、ボリシェビキがクーデターを起こして、不法に権力を奪取したと非難し、ソビエトではなく、全権力を憲法制定会議へ、と主張した。 ボリシェビキに抵抗する彼らにトロツキーは、お前たちは破産した。お前たちの役割は終わった。お前たちはこれから、歴史のゴミ箱行きだとなじった。10月27日、第2回ソビエト大会は、臨時政府に代わる、新しいロシア政府として、レーニンを議長とする、人民委員会にすなわち、臨時労働政府を設立した。大会は、全公選国に講和を提案する。 平和に関する布告貴族、教会、地主などから土地を強制収容し土地の国有化を宣言する土地に関する布告を採択した。ボリシェビキは工業を復興させ、都市と農村の間で商品が円滑に交換されることを目指しており、農民の支持を必須のものとしていた。彼らは自らを労働者と農民の同盟を代表するとみなした。この観念は、 カマとハンマーをあしらったソビエト連邦の国旗や国章に現れている。さらに大会は次のような布告を行った。すなわち、ロシアのすべての銀行の国有化、工場の管理権限を労働者ソビエトへ与える、労働者統制、銀行口座の押収、境界資産の没収、戦時中の労働賃金を上回る賃金への固定、ロシア帝国及び、 臨時政府が負った債務の一方的破棄、ポーランドとフィンランドの独立への約束である。東急から逃亡したケレンスキーは、プスコフで、騎兵第三軍団長、ピョートルクラスの負の協力を取り付け、その軍によって10月26日に、ペトログラードへの反抗を開始した。ペトログラード市内でも、SL やメンシェビキを中心に、祖国と、 革命救済委員会が作られ、10月29日に士官学校生らが反乱を開始した。しかし反乱はその日のうちに鎮圧され、ケレンスキークラスノフ軍も翌日の戦闘で敗れた。モスクワでは10月25日に軍事革命委員会が設立され、ペトログラード軍事革命委員会を支持した。一方で26日には臨時政府の側に立つ、 社会保安委員会が作られ、これは無視できない軍事力を有していた。10月27日に双方の武力衝突が起こり、激しい戦闘が行われた。しかし、11月2日に社会保安委員会は敗北に追い込まれ、和平協定に応じた。軍事革命委員会は11月3日にソビエト権力の樹立を宣言した。一方で、ボリシェビキは、 憲法制定会議選挙で社会革命党に敗れ第二党の地位に止まった。そこで11月28日以後、ボリシェビッキはカデットの指導者や社会革命党のアフクセンチェフを逮捕し、さらに憲法制定会議を強制的に解散した。ボリシェビッキと共に武装放棄に参加した社会革命党左派は11月に党中央により除名処分を受け、 左翼社会革命党として独立した。左翼社会革命党はボリシェビキからの入閣要請に応じ12月9日に両者の連立政府が成立した。ボリシェビキ主導の権力奪取はロシア帝国の他の部分でも徐々に進んだ。ヨーロッパロシアの北部と中部ではソビエトへの移行が進み、モスクワやロシア南部では戦闘が起こったものの短期間のうちに収束した。 1918年初頭までには、各都市はソビエトの支配下に置かれている。しかし、ロシア人以外の民族が多数派を占める地域では、2月革命の後に、相次いで独立宣言を行ったり独立への動きを見せていた、ため、ソビエトへの移行は進まなかった。例えば、ウクライナでは、ウクライナ中央ラーダが1917年6月10日に、自治を宣言し、 11月7日には、中央ラーダは、ロシアとの連邦を前提とする、ウクライナ人民共和国の創立を宣言した。これは、ペトログラードのボリシェビキ政府と対立を深め、12月の赤軍のウクライナ侵攻を発端に、全面的な武力衝突へと至り、1918年1月には、ウクライナはついに、ロシアからの独立を宣言した。 エストニアでは1917年11月28日に議会が独立を宣言した。ヤン・アンベルトのボリシェビキ派勢力は12月8日にレーニンのソブナルコム政府を承認したが、その勢力はシュトッタリンの周囲しか把握していなかった。アゼルバイジャンのクユのソビエトを除けば、南コーカサスでも反ソビエト勢力が優勢であった。革命40周年記念って。 1957年10月革命の成功は、ロシアを議員内革製の国ではなく、社会主義国へと進ませることになった。新政府は、ロシア国内の反ボリシェビキ勢力や、ロシア革命に介入した国々との戦争を1918年から1922年まで続けた。ボリシェビキは、平和についての布告やロシア帝国政府と、 列強諸国との秘密条約の暴露などをきっかけに、ヨーロッパ全土で反政府運動が起き、欧州大戦から一転して、欧州社会主義革命に進むことを期待したが、ロシアに続いて、社会主義の有好になる国は、ヨーロッパには現れず、周囲を敵対国に囲まれることになった。ボリシェビキが進めた、共産主義化、計画経済化は、 内戦の混乱や諸外国による経済封鎖とも相まって経済の崩壊という結果に終わり、1921年に新経済政策が施行され、軌道に乗るまで経済の混乱は収束しなかった。アメリカ合衆国は1933年まで新政府を承認しなかった。ヨーロッパ諸国は1920年代初めに、 ソビエト連邦を承認し始め、ネップの施行後は貿易関係が再開する。アメリカ人ジャーナリストのジョン・リードは10月革命を目撃し、著名なボリシェビキの指導者を取材した。その後ジョン・リードは1919 19年に自身が目撃した経験を世界を揺るがした10日間として出版した。この著作はアメリカ社会から大きな共感を得た。ありがとうございます。